ハピセラ TV。 これ多分10分以上かかる、うん、じゃあ入れるので、うん、ね、しぶってください、うん、おお、気持ちいい。指痛くないの？痛くない。おお、あ、でも勉強会で中にいてこうやって入れると指が痛いっていう人はいた、うん、すごい、今目つぶってたから、うん、手根だと思ってた。あ、マジ？うん、違う、すごいだいぶ柔らかくなった気がするけど。腰筋は柔らかいの、うん、ただね、肩甲骨筋届いてないんですよ、まだ、うん、ちょっとそう、左側ね、実は起立筋あたりが、うん、この1週間ずっと痛かったんですよ、うん、なんか張ってたみたいな。ちょっと今裏技です。今度大円筋狙ってます。大円筋と、ここな、肩甲骨筋の起始部のとこと大円筋とカウンターです。今度斜めに動かして、うん、こういう感じですね、肩甲骨筋。さっきの棘上筋のね、うん、と価格とはちょっとそこだけでは動かなかったんで、こういうふうに、ね、応用していくわけですね、いろいろね、うん、痛い。ああ、痛い痛い。よし、出たなぁとして、おお、これは、うん、だいぶいきました。これで動いてます、うん、うん、お、動いてるけど右ほどじゃないよ、右ほど入ってない、まあ、でもやり方はこういう感じですね、うんうんうん、もう肩甲骨を剥がすオーバーですね、うん、なるほど、ダブル肩甲骨剥がし、うん、こっち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 、ブラン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 、うん、いい音。おお、いい、うん、おお、うん、これで今すごいいい感じになりました。うん。うん。うん、で、和み。ああ、気持ちいい。お腹も伸びる。そう。なんかお腹も今引っ張られて左のお腹が引っかかってる。そうだね。本当したらもうお腹のね、マッサージになっちゃうよね、これね。でもあれかも、私左の卵巣を取ってるんで。くっついてんのかも、普通にやっぱ中が。そういうこともあるのかな、ね、前言われたことあるわ、それは。よし、まとめに行こう。はい、ネクスト。はい、まとめです。仰向けバージョンの肩甲骨剥がしですね。すっごい軽い。マジ軽いでしょ。すごい軽い。やる気出たでしょ、うん、よかった。この後レンチャン行けそうです。レンチャン行けそうです。夜まで行けます。いや、俺もだからさ、うん、さっき言ったけどさ、うん、ちょっとね、のぶちゃん肩こりデビューしそうな感じなんですよ。うん、やったやったっていうのは、あの、今後このハピセラの動画も世界配信していきたいと思って。そう、忘れてたじゃん、日本語はっきり喋るって忘れてた。あ、全然忘れてた。全然忘れてた。そう、あの、日本語はっきり喋らないと、うん、翻訳機が理解してくれないわけですよ。だから全て全部打ち直しみたいなね、うん、そういう作業を今
やってるんで、パソコンに私何時間も向かうってことないんですよ。だいたい編集も携帯で私やってるんで、うん、リビングでこう口を当てながらはーってやってるんで、うん、パソコンでこうやって3時間とか4時間やってると肩凝るんですね、うん、こないだは何分のどんぐらいかかったんだっけ。13分の、うん、動画で翻訳編集で翻訳だけで3時間なんで、やばくないですか。翻訳だけで3時間かかりました。13分の動画がで そもそもだからいつも出してる感じに持っていく最初の段階で、それはでも今だいぶ早くなったよね昔よりね。で1時間とか声帯教室は余計に早いんで、あの余計なこと喋ってないから早いんだけど、なるほど、ね、2人のあれでカット しなくちゃいけないとこたまに出てきちゃうじゃん。でもゆみちゃんって声帯動画あれは真面目になって、真面目にというか何ていうのカットすることほとんどないんで、うんうんうん、早いんですけど、それでも1時間2時間ぐらい、うん、とかかかって、まあ、つけてねやってるんだけど、今度ねポルトガル語とインドネシア語と、英語とタイ語と中国語と韓国語と、あとスペイン語か、これ7カ国語にちょっと出していくんで、これさ例えばなんだけどさ、私がボンジーヤーとか言ったらさ、それはどうなるの。ポルトガル語の翻訳した時にそれはそのまま聞こえるんだよ。あ、そのままなんだ、うん、そうそう、テロップはあのあっちの言葉で出る。うーん、あ、出ないわ。それはあのだから翻訳するときに、自動翻訳するときに、その言葉を入れなくちゃいけない。そこの今ほは長いボンジーヤ、ボンジーヤっていう言葉の日本の意味を入れない。うん、そう、それがねめちゃめちゃ時間かかるんだけど、やっぱ世界の人たちを見てほしいというのがあって、ね、世界一のセレブのタクチョに触発されてるんでいろいろ教わりながら、あ、今度コラボしましょうって言ってたもん。え、本当、ぜひぜひ ね、内容を考えてコラボ、いいですね、しましょう、はい。で今回は肩甲骨剥がし、はい、あのこう入れながらね、こう中に入れていくんですよ、肩甲骨の中にね、こう入れて剥がしていく。ここが取れると本当に血がファーって広がった、なんか本当に爽快感が違う、あと姿勢が良くなるしね、いいっすよ。肩甲骨が要だよね、腰と肩甲骨ね、肩甲骨と腰と両方できてたね。前やったあの肩甲骨と腰の、この、うん、で仰向けでもなんかこうやってできそう、できそう、今度やろうか、ほぐし時間のないあなたへ10分コースで全部やってくれとかねあの整骨院あるあるでさ、あ、大変ですね、13分で保険13分だったっけ、確か13分以内に収めないといけないんだけど、あ、分数あるんだ、あるあるある、うん、でだから大変なんだね。大変というかね、それで全身やってくれとか US とかやっぱりいるわけですよ、魔法使いかえ、でもね俺13分でできると思うけどな、全身が。なんかね、こっちの思い込みであの、全部ちゃんとやらなくちゃいけないとか、ほぐさなくちゃいけないとか思わない、思っちゃうだけの話なんで、13分全部、全部を触ってあげればいいだけっていう意味の方が強いわけですよ、ほぐれるほぐれない。ネルソンなんてやるけどね、だからそういう人たちなんだと思う、やるのは、俺も全部13分あれば全部できちゃうねっていう、時短主義が多いからもあるよね、圧倒的に多いんで、どの角度でもできるとかね、なんかその、あんまり不可能な角度を持ってないから、ああそう、不可能な角度がないね、できるのかも、あとは高単価にするには絶対必要なわけですよ、時短主義と時短であって効果が長持ち、この2つが入ってれば高単価狙えますからね、あ、そうですね、だから同じとこ、例えば他の安い店に行って3回受けるのと同じ効果出せれば、その3回分の値段をいただけると同じぐらいの、そうね、お客さんの時間も有限だから、やっぱそう、何回も来なきゃよりも、そう、1回で長持ちすればいいじゃないですか、そういうちょっと、みんななっていきましょう、いいですね、はい、はい、ということで今回は仰向け肩甲骨の話でした、すごい勉強になりました、はい、じゃあよかったらコメント、高評価の方、はい、ポチッとお願いします。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。またね。少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。